皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのダイソーから売られているシェルのネイルパーツを使って可愛いデザインを作っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではこちらちょっと開けてみます。グリーンも薄くてすごい可愛いミントグリーンです。ピンク、淡い感じで桜色みたいな感じの可愛いお色です。はい、こちらオレンジ系、こちらもこれからの季節すごい役立ちそうな色ですね。ミックスされたお色です。パープルとかブルーが入っていて、私結構この色好きな色です。はい、こちらは淡い感じのブルーとピンクと黄色とグリーンが混ざっているお色です。ではこちらを使って作っていきます。はい、ではベースを塗っていきたいと思います。ベースはこちらセリアジェルのベース&トップコートを塗っていきます。では一旦ちょっとシェルを上に置きます。中指と薬指にデザインを作っていきます。ではこちらパレットにベースとホワイトをのせます。こちらを混ぜていきます。薄い乳白色の色を作っていきます。はい、ではこちらを塗っていきます。ライトに入れます。はい、こんな感じで私はこの一度塗りの色合いで今回作っていきたいと思います。ではこちらにのせるのがこちらゴールドのラメをのせていきます。ではこちらベースとのゴールドのラメを混ぜます。ではこちら真ん中にラメをのせていきたいと思います。人差し指にも乗せます。
感じで一旦ライトに入れます。はい、ではこちらゴールドの上にシェルを乗せたいと思います。では今回こちらのシェルを使って乗せていきたいと思います。はい、ではシェルを乗せるためにベースを乗せます。は軽くポンってやると割れるので大きさを調整してみてください。では薬指こんな感じです。では次に人差し指を乗せていきます。感じで人差し指乗せていきたいと思います。ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらをトップコートで仕上げていきたいと思います。人差し指の完成です。では次に中指を作っていきたいと思います。では先ほど使用したこちら乳白色の色を中指にも塗っていきます。乗せていきたいと思います。では今回乗せるパーツはこちらの縦長な丸いパーツを乗せていきたいと思います。ではベースを塗ります。はい、ではこちらもう一度ベースで固定します。こちらのミントグリーンを乗せてみたいと思います。
タイトに入れます。はい、ではこちらを一旦トップコートで仕上げていきます。こちらライトに入れていきます。はい、こんな感じで中指が完成です。ミントグリーンもとても可愛いお色です。では次に親指と薬指にのせていきたいと思います。ではまずこちら、初めに使った乳白色をのせていきます。ではライトに入れます。では親指と小指にベースを塗ります。はい、ではこちらの上にのせるのが薄い感じの色のミックスされた色をちょっとのせてみたいと思います。こんな感じでライトに入れます。はい、こちらをトップコートで仕上げていきたいと思います。シェルが引っかかるようであればトップコートを2回塗って仕上げていきます。ではライトに入れます。はい、こちら未硬化ジェルを拭き取っていきます。はい、こちらで完成になります。シェルが6種類入っているのでいろんなデザインを楽しむことができます。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。